はい、皆さんこんにちは、ちでございます。ドラゴンクエスト7やっていきましょう。もうちょっとびっくりしましたね。風の谷から状況が一変しました。どえらいことになりましたよ。さあやっていきましょうかね。よいしょ。さあ確かこっちでしたよね。左側でしたよね、例のとこはね、確かね。MP がそうだ、宿に入ってないんだけど、まあそれぐらいはいいか。さあ、あ、ここだね、この人の、私、なんかこれ人に見えるんですよね。下足2本生えててね。ちょっとなんだろう、あの、万博の時とかにね、見たような、岡本太郎先生の、わかんないですけど、芸術は爆発だ、でしたよね。さあ、よいしょ。まあ大阪なんでね、豊中吹田かな、豊中かな、ね、万博がねあるんで。そうだ、あのね、うちの親父様がね、実は万博の近くに御堂筋線っていう地下鉄、ああ、もう御堂筋線じゃないか、北大阪急行かな、御堂筋線の延長にね、南北に走ってる、電車があるんですけどね、あの万博した当時はね、なんていうんですか、中央環状線の方でちゃんと万博の方に向かっている、東に向かう線路があったそうですね。で、万博駅だっけ、あ、なんかそういうね駅があって、嘘だよって言ってたらね、あの調べたらほんまにあったんで、あとその名残が残ってるんでね、桃山台に抜ける、桃山台に向かう梅田方面から、梅田から、桃山台方面、千里中央方面かなに向かってる、ちょうど桃山台の手前ぐらいで、中央環状の手前か奥ぐらいで、あの右側に入る穴があるそうですね。それをねちょっと知ってね、ああ、おやすさん言ってることあってんだっていうね。もうまさかわざわざ伸びてる線路を廃止するとは思わなかったんでね、私もね、まさかと思ってびっくりしちゃいましたけど、ああ、ちょっと話はね、途切れましたけど、途切れたんじゃない、話がそれましたけど、さあどうしましょうかね、あの敵さんね、もうあの 2種類の、あの何サハギみたいなのとあとあのスライムブレスか、もうなんだよスライムブレスって名前なんだよと思うんですけどね、全然関係ねえじゃねえかと思うんですけど、スライムが、スライムでブレスって名前つけたから、そうだ、火と氷、火と吹雪両方入ってる気がする、それはないだろうっていうのがね正直でしたけどね。もう何でもありかよってね、ちょっとね、久しぶりにドラクエに対してちょっとあのカチンときましたね。セブンはなかなかカチンと来なかったんですけどね。6、5ぐらいはもう結構カチンカチン来てましたけどね悪意を感じるってよく言ってたと思うんですけども、あともう今これも悪意感じる、こうなるもんね、下押しっぱなしだったらそこはなんとかして欲しかったなと思うんですけどね。こうなったこうなるのね何ですかこれはっていうような感じで、ちょっとね、まああんなことあったからカチンってきてるんですよ。うわっ宿行ってくるの忘れちゃったよあ、でも行かなくてもよかったかな、行かなくてもよかったかと思うんですよね。どうせ1回であのボスやっつけることはないと思うんで、あ、これだ、もうごめんなさいね、愚痴ってたらもう頭吹っ飛んじゃった、もうやらないといけないことすっかり忘れちゃって。さあ、はいはい、旅人の宿ね、高いな、もうほんとね、何もかも高すぎ、今ごめんなさい、今カチッっていう音はね、あの扇風機の首振ってるんです、今首の角度変えたんで、あ、なんていうんですかね、もう9月ですよね。9月の今日は何日ですか。あ、今これ収録してるのが9月7日の日、土曜日です。土曜日に収録してこの取りだめしてるんですけどね。残暑厳しいってもんじゃないね。去年の残暑も暑かった。去年の9月も暑かった記憶があるんですが、今年の9月も負けず嫌いだね、ほんとね。さすがに去年の9月は行くことないだろうと。私、高く食ってたんですけど、いやー、もうなんかもう、なんでしょうね、もう地球さんと太陽さんが本気出してる感じがしますよね。いやー、ほんとね、もう私実況でも言ってたと思うんです、実況でも言ってたと思うんですけど、3年ぐらい前まではね、エアコン1日入れるか入れなかったんで、入れないかだったんですよね。
それでやってきたんですが、あ、なんでこんなとこ来てんだろう、やっちゃったね、だったんですが、去年からねガンガン入れるようになったら止まんなくなっちゃった。てかさすがに生命の危機を感じますもんね、命の危機をね、ほんとね、とんでもないな。うわまた怖い、これだネイルビースト、どうする、とりあえず誘おうか。でメルビンさんも捨ててこしよう。うおサブうわ来た来た、サブすぎる、奪わないんだうわもうメルビンさん死んじゃうわこれ。おおおお、え、あ、そっか、しまった、私転職したからもうえげつないんだ。まあでもね、そうだ、転職したから、そうか転職したからか、私の方が速度遅いんだよね。じゃあベホマをアイラさんにもう思い知ったわ、もうこれ以上思い知らさないで、死んだ。おお、乱数にも程があるだろうまあ、あでもこれ間に合う、いや、あいや私これやめとこう、攻撃しよう、ああ踊っちゃダメだよ、つわえげつな、いやこれほんと教えてもらって非常に助かるんですけども、助かりましたけど、もう手に負えませんね私じゃどうにもならない、あ生き返った、あ奇跡だこれ、でも奇跡だ、あザオラルをアイラさんに、おすごい2連続で生き返った。んでメルビンさんベホイミだね、ガボ君に、えげつな、これえげつないわ、なんとかなるよね、あでももう奴ら出てきたらダメだな、もう奴らが出てきたらどうしようもないね、うわこれえげつないな、逃げれないでしょこれ、おお、おお呪文でとりあえず私は、いやーまさかこんなことになると思ってなかったんでね、いや思ってなかったです正直、もっと弱い敵来るかなと、うわーいきなりこいつかきどうすりゃいいんだ、ガボ君がなぜあんだけ、うわなんでそっち行くかな、うわこれは仕込みだわ絶対、仕込まれてるね、これもう一回ブレスあったら終わりだな、もう仕方ない私攻撃するしかないね、メルビンさんもう回復しかないね、うわえげつな、話になんないな、あーなんとか剣の前最高だね、あれ何発ザオラルとなればいいんだこれ、はあえげつな、あ終わった、やっと終わった、メルビンは魔法使いの覚えた手になった、ああ
のかい、覚えたてになったかい。よ、選手でしたよね。よく私1回目ここ行った時何ともなかったね。何本残しておこう。メルヴィンさんは8残しておかないといけないんですね。ヒットポイント最低でもね、リリミット唱えたいんで。このヒットポイントじゃダメなんだけど、ダメだよねこのヒットポイントじゃね。メルヴィンさんにベホイミガンガンじゃない、私ベホイミ唱えちゃうともう終わっちゃうからね。私は一応だメルヴィンさんを生き返らせるための魔法を使うようにはしないといけないなというのが正直なとこなので。おお、これほんとちゃんとテストプレイヤーいたか。テストプレイヤー、テストプレイヤー仕事してないんじゃないか。ちょっとえげつなすぎるよ。おお、血の気、血が下がってきちゃった。彼ら可愛いもん。ブレスどうしようもないね。ただブレスだと、あ、踊るんだね。ブレスだともうメルヴィンさんが一番先に死ぬ確率大だから、祝福を、そうだね、ガブ君に入れてきましょうか。メルヴィンさんもこれもうほぼ満タンだからね。メルヴィンさん、メルヴィンさん魔法使いだ、僧侶じゃないんだ。あ、そっか、これだったらメルヴィンさん魔法使いにしてるのもまずいのかな。あ、彼ドラゴンだったの。イノブタって書いてたと思うんだけど。メルヴィンさんちょっと僧侶に戻した方がいいのかもね。あ、いいですよもうこれね。たんまり持ってきてるからね、ドッグストね。いやー、これげつないわ。でもなんとか、まあ、もうブレス系が3匹できたらダメだね。これは、あちは魔獣の像、あ、像だったんだね。あっち消えてんだよね、君ね。うわー、嘘つき。嘘つき。まあちょっと鍛えるにはいいかもわかんないですけど、でもだからそうだね、しばらくこれ歯組み動画になりますよ。これ1週間ぐらい歯組み動画になるんじゃないのかな。え、こっちにあるって意味じゃないの。おう、こっちにあるって意味じゃないの。あら、なんかダメなんだね。どうしろということかな。で、これぞ調べられないんですね。あ、調べるけど何もならない。おお、あ、奥の方に行けということか。あ、見えた見えた。今度は見えたね。むっちゃ早いんだけど。うわ、斜め、ちょっと斜め、斜め嫌だな。あ、そうだ、これでいけるね。また斜め、あ、今度はこうなんだね。怖い怖い。あ、見えた見えた。どこまで行かすんだろうね。怖い怖い。はい、あ、なんか見えた、壁が見えたね。もう本当に頼ますよ。なんか怖いわ。あ、見えた見えた。ああ、あそこ抜けてってことだね。ボスとかあったら嫌だけどね。これボスじゃないね。ああ、なんか来ちゃったけど、なんかいるわもう。ちょっと待って、彼らにもう一回全滅させられてもいいか。入れないんでしょ、不思議な力でと。ちょっとまあ勝てるかどうかわかんないですけど、やっていきましょうか、せっかく来たんだからね。さあ準備しましょう。
あ、そうだ、もうあれ使っちゃう道具ね。いや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 。時間よくなっちゃったね。ここで終わりましょうか。一度ね。ちょっとお話が。薬草10個しかないわ。私230もヒットポイントなんだね。もったいないけどちょっと使っちゃいましょう。メルビンさんはもうマックスにしとかないと。私はこんだけやったら十分かな。ガボ君、あ、アイラさんだね。こんなもんでいいか。じゃあね、この辺で終わっておきましょう。ドラマクエスト7終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。